アンドレア・ラノッキアは、イタリア・アッシジ出身のサッカー選手。インテルナツヨオナーレ・ミラの所属。ポジションは DF。AC ・バスティア1924で、競技生活を開始し、1998年に、ペルージャ・カルチョへ加入。ペルージャの破産に伴い、2004年に当時、セリエ B の US アレッツォに移籍。2005から06シーズンは、ユースチームに所属し、 カンピオナートプリマベーラでプレーした。翌シーズンにトップチームでのデビューを果たすも、チームはセリエ C1 に降格した。2008年8月、ジェノア CFC が共同保有権を取得し、セリエ B のエースバーリへレンタル移籍。翌2009年夏、ジェノアはラノキアの共同保有権を買い上げた上で、2009から10シーズンもバーリにレンタルした。 レオナルド・ボヌッチと共に強固なディフェンスラインを構築し A 代表入りも期待されたが2010年1月に膝を負傷してシーズン後半を棒に振り2010フィーファワールドカップ出場はならなかった。なお2012年8月には2008から09シーズンのサレルニターナカルチョ戦で起きたとされる八百町事件について事情聴取を受けている。2010年夏 レンタル元のジェノアに復帰。同時に、インテルがジェノアから共同保有権を取得し、5年契約を結んだ。当初は2010から11シーズンは、ジェノア CFC でプレイすることになっていたが、インテルの CB ワルテル・サムエルが怪我により、シーズン絶望となったことから、12月27日に、インテルに完全移籍し、年明けの1月からインテルでプレイすることになった。 共同保有権の買い取りにあたり、インテルは、ジェノア2250万ユーロを支払った。2011年1月9日のカルチョカターニア戦で、インテルデビュー。加入直後からレギュラーに定着し、2月19日のカリアリカルチョ戦でインテルでの初得点を決めた。2年目の2011から12シーズンの開幕前には、退団したマルコ・マテラッツの背番号23を受け継いだ。 しかし、数度にわたる怪我の影響もあり、不安定なパフォーマンスに終始、11試合の先発出場にとどまった。2014から15シーズンからは引退した、ハビエル・サネッティの後継として、新キャプテンに就任したが、不安定なパフォーマンスに終始。翌2015から16シーズンには、マウロ・イカルディにキャプテンマークを譲り、 新加入のミランダとジェイソン・ムリージョにポジションを奪われ、出場機会を失った。2016年1月、UC サンプドリアへ、半年間のレンタル移籍が決定。加入直後には失点に関与するミスもあったが、最終的にはポジションをつかみ13試合に出場した。2017年1月31日、プレミアリーグの春式 AFC へ、 シーズン終了までのレンタル契約で移籍。これが、自身初の国外移籍となった。2月1日のマンチェスターユナイテッド FC 戦で、プレミアリーグデビューを果たし、2月4日のリバプール FC 戦では、春の2点目をアシストし、勝利に貢献した。2017年7月、ハルシティへのレンタル期間が終了し、インテルへ復帰。再び新天地を求め対談を希望したが、 ルチアーノスパレッティが監督に就任したため残留を決意。U-20、U-21 イタリア代表に選出されており、北京オリンピック代表の候補にも上がった。2010年11月16日のルーマニアとの親善試合で A 代表デビューを果たした。ユーロ2012では怪我の影響により、最終段階でメンバーから外れ、本大会出場はならなかった。 2メートル近い長身を生かしての空中戦を得意とする大型センターバック。大柄な体格とは裏腹に、スピードや足元の技術にも優れる。同国人のアレッサンドロ・ネスタの後継者として、ネスタ本人からも期待されていた。ありがとうございます。